救急救命士という仕事を皆さんはどんなふうに捉えていらっしゃるんでしょうか突然の病気、突然のけが、こういうときに119番で救急車が呼ばれます、119番の要請を受けたときから現場に駆けつけて患者さんの話を聞き、様子をしっかりと調べて観察を行い、できるだけの処置をして治療ができる医療機関に搬送する。 これが救急救急命士の仕事になりますではその救急の現場にはどんな特徴があるかを少しお話ししましょうまず誰が救急車を呼ぶ可能性があるかということから考えますと具合の悪くなるのは赤ちゃんから皆さんのような学生さんもそうでしょう大人100歳に近い高齢者の方までその年齢に制限がないというのが大きな特徴ですあとどこでそれが発生するかという考えた時に 自宅もあるでしょう。皆さんたちであれば学校で起こることもあるでしょう。あるいは仕事場、交通事故であれば道路、そういった呼ばれる場所にも制限がないということです。もう一つ大きな特徴は、症状が幅広いということです。もう赤ちゃんが今にも生まれそうですという現場にも行きます。それは産婦人科の領域です。小さい子供さんが熱を出して痙攣しています。小児科の領域です。 皆さんたちがスポーツで足の骨を折ったとしましょう、それは整形外科とかの領域になるでしょうし、大人が倒れました、心臓かもしれません、頭の病気かもしれません、皆さんは、例えばその足を学校で骨折したかもしれないというときに、治療であれば整形外科で治療するでしょう、それはそこにいる先生が専門的な知識と、それを治療する専門的な技術を持っているからです。 でも救急の現場で救急救命士は治療は行いませんいかに緊急性が高いかいかに重症度が高いかそういう緊急度と重症度を見分ける能力が必要になりますですから幅広い知識とそこから適切な処置を行う技術と医療機関へ運ぶある程度の体力とそういったものが必要になります そういった特徴のある救急現場学を学んでみませんか